劣化ウラン、劣化ウラン、劣化ウラン、英語、ディプリーテッドウラニウム、略称、DU は、ウラン235の含有率が、天然ウランの0.720%より低くなったものと定義されている。ウラン濃縮の際に副産物として生成されるものは、ウラン235の同位体存在比が0.2から0.3%と、半分未満である。また、 ウラン235の濃度が低下した使用済み核燃料を指すこともある。原則ウランとも呼ばれる。英語では共にディプリーテッドウラニウムであるが、劣化ウランということもあれば原則ウランと訳すこともある。特に天然ウランからウラン235を分離した残りパスを劣化ウラン、使用済み核燃料期限のものを原則ウランということもある。天然ウランには熱中性による 各分裂反応を起こしやすいウラン235と起こしにくいウラン238が含まれ、このうちウラン235の含有率は0.7%程度である。この天然ウランからウラン濃縮によって濃縮ウランを得た後に残された部分は、通常ウラン235の含有率が0.2%程度であり、天然ウランに及ばないため、これを劣化ウランと呼ぶ。 さらに濃縮を行って劣化ウランに残存するウラン235の割合を下げ、より多くの濃縮ウランを得ることもできるが、新たにウラン鉱石を再構、生成、濃縮することと比較てコストがかかるために行われない。濃縮の際に6復化ウランとするため、劣化ウランを利用する場合には、加水分解して酸化物とするか、さらに還元して金属として用いる。 ウランは密度が高い金属であるため、従来使用されていた鉛やタングステンに代わり、ロケットや航空機の動力カウンターウェイと、列車や車両等の重心微調整用の重り、マスバランスとして用されている。原子番号が大きいことから、X 線やガンマ線の遮蔽効果が大きく、医療用放射線機器等から発生する、放射線の遮蔽に用いられている。 アメリカなど一部の国では、戦車砲の鉄鋼弾や装甲材として用いられている。通常用いられるタングステン等よりも特性面で優れているためである。さらに、元が各燃料製造時の廃棄物であるとみなせば、原材料のコスト面でも有利である。ただし、ウランはタングステンよりも科学的に活性で、粉末が空気中で自然発火するほどであること。 そもそも放射性物質であることなど取り扱いに難があるためコスト面のメリットについては加工そのものや加工設備に必要なコストも考慮する必要がある。ウラン235の濃度が低いため劣化ウランは軽水炉の核燃料としては利用できない。しかしウラン238に中性子を吸収させ核分裂を起こしやすいプルトニウム239へと 転換させることができるめ、高速増殖炉に用いる燃料として期待されている。劣化ウランは重金属である。従って他の重金属と同様に重金属中毒の原因となる。主に腎臓の障害を引き起こす。なお、劣化ウランの毒性は鉛や水銀よりも低く、ヒ素と同程度である。また、こうした環境問題について、 アメリカやフーは証拠が不十分と否定的な立場を取っている。ただし、フーは子供が口にすることのないように警告している。上記の通り、アメリカ政府は対外的には証拠が不十分と否定的な立場を取っている。しかし、有毒物質として法律で規制され厳重な管理下に置かれている。劣化ウランの微粉末吸引による内部被爆も問題視されており、 人体への影響に関して、未だ十分な医学的研究がされていない段階である。被害の原因究明のためにも早急な省令収集、調査が求められている。2007年12月5日、国連総会では次年度の国連総会で、劣化ウランを使用した兵器の影響について議論することが採択され、日本政府も賛成した。今後、科学的、政治的議論が、 国際部隊で展開されることが期待される。劣化ウランでは、濃縮過程において、ウラン235及び、ウラン234の割合が少なくなる。これらのウラン同位体は、ウラン238に比べて、半減期が短い、放射能が高いため、劣化ウランの放射能は、天然ウランの放射能に対して、相対的に低いと言える。なお、ここで言う天然ウランは、 ウラン鉱石を生成して得られた濃縮処理を行っていないウランで、比較対象の劣化ウランと同一の化学形態であるとする。また、劣化ウランについても天然ウランに由来するものであるとする。これは、再処理核燃料由来の劣化ウランの場合、原子炉での核反応条件にもよるが、半減期の短いウラン236を一定量含んでいるためである。IAEA、e、によると、 純粋な天然ウラン 1mg あたりの放射能が25.4ベクレルであるのに対して、劣化ウラン中のウラン 1mg あたりの放射能は14.8ベクレルである。各種別の内訳を見ると、標準的な劣化ウランには、ウラン238ウラン235ウラン234が、それぞれ99.8%、0.2%、0.001%の割合で含まれており、 それぞれが持つ放射能の割合は83.7%、1.1%、15.2%である。ウラン238の半減期は約45億年、ウラン235の半減期は7億年であり、純粋なウラン235の非放射能は純粋なウラン238に比べて約6倍高い。しかし、天然ウランの同位対比はウラン238が 約99.3%であり、ウラン235が約0.7%であることから、天然ウーラン中での存在比は、ウラン238が、ウラン235の約140倍である。これらより、天然ウーランが、ウラン238と、ウラン235だけからなっていると仮定すると、ウラン235は、その放射能のうち約4.8%を占めることになる。 しかしながら、天然ウランにはさらにウラン234が含まれていることを考慮する必要がある。ウラン234は、ウラン238のひまご各種であり、ウラン238とウラン234は放射平行を形成している。このため、天然ウラン中に存在するウラン234は、ウラン238と同じだけの放射能を持っている。これらより、 天然ウーラン中でのウラン235に由来する放射能は約2.4%と算出できる。ウラン238は鉛206に至るまで概ね14回ウーラン系列に沿って改変を繰り返す。そしてウラン238の半減期はどの子孫各種と比べても半減期が飛び抜けて長い。したがって改変系列全体が放射平行となる。 すなわち、ウラン238の持つ放射能は、系列全体の約1、14である。ただし、途中のラドンは機体なので大気中に放出する分がある。実際の天然ウランではこれより高い割合となる。ウラン235については、アクチニウム系列で開閉を繰り返す。ウラン廃棄物からウランを回収する方法として、ウランレカ選択性吸着剤 PVPP、 ポリビニルポリピロリドンの活用の研究が東京工業大学池田研究室で行われている。生成ウランの放射能は時間とともに一定の強さにまで増加していく。これはウラン鉱石の生成の過程で除去されたウラン系列、アクチニウム系列に属するウラン以外の各種が順次改変によって生成されるためである。ウラン238の場合、 娘各種のトリウム234との半減期に10オーダの差があるため永続平行が成立する。トリウム234とウラン238の孫各種、プロトアクチニウムとの間にも同様に永続平行が成立する。よって孫各種までの永続平行によって放射能は単体の3倍となる。永続平行成立には2番目に半減期が長い。 各種の10倍程度の時間がかかるため、200日程度で平行に達する。ウラン238とウラン234の間にも10オーダでの半減期の差があり、永続平行は成立するが、成立には10年オーダの時間が必要である。よってこれ以降の改変は、広角上考慮する意味がない。天然ウランのように、ウラン三十八の寄与分が一十四となるまでには、 非常に長い時間が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。